次は、同じくライフサイエンス統合データベースセンターの教授で、遺伝研の DDBJ、の研究センター長もされております大久保教授より、デジタル科学のための科学制度、科学データというのは誰のものなのか、どのように流通するのかといったことをお話ししていただきます。よろしくお願いします。どうも、どんどんの方が初めましてだと思います。私、情報出席機構の2つのセンターで働かせていただきます、大久保と申します。今日はこういう題でお話をさせていただくんですけれども、私もこんなことの専門では全くございません。ところがですね、そこに先ほど来られたそのセンターの高木センター長や、今日司会してくれている川本さんなんかと、そのこの統合データベースセンターっていうものが、の計画プロジェクトが動く前から、そのこういうものの必要性を考えながらどうして進まないのかっていうことをよく議論していました。でそんな議論が、僕らの間で始まってからも、かれこれ5年、6年になります。でその間に、私の無学のせいもあったんだと思うんですが、いくつかその僕らがその研究に埋没して見落としてた、重要な、事態を発見しましたので、そのことをぜひとも皆さんと共有して、で素晴らしい制度は、与えてもらってできるものであると思ってたんですが、どうも与えてくれる様子はないので、ぜひともそのみんなで、みんながそんな風に振る舞えば制度になるっていうところもございますので、まずこういう問題からスタートしました。でこれどれも割と新しい話題ですが、その政府主導の政府施策って言われるそのプロジェクトがライフサイエンスでたくさん始まったんです。でその結果が大きな一塊のデータになって、それぞれデータベースっていうのを作って公開してくれてるわけです。で質問は単純で、これだけのデータベースがいわゆる公開されてるのでされてるのに、どうして統合されないのか。公開っていうのをそのパブリックとか、そうですね、オープンとかいう訳になるんでしょうが、このオープンがシェアになってたら、誰しもが、統合できるはずなわけです。ところがオープンなのにその統合できない理由は何かっていうことが疑問です。でこれはその、論文の世界で言いますと、例えば物理学では、主要な論文は全部即時に、公開されて、全部一つの、アーカイブになっていて、どんなトピックでもそのキーワード一発で全部検索できているのに、どうしてライフサイエンスではその全論文を一度に検索して、一番新しいものでも誰もがただで見ちゃうっていうことが、家でも見るっていうのはできないのか。で質問をその抽象化すると、技術的に可能なことがどうして科学の世界で実現しないのかという、そういう疑問に至りました。で答えは、これだいぶ時間がかかったんですが、制度の問題だということが分かりました。で科学に制度があるっていうのはあまり意識せずに来たんですが、科学の本体っていうのはそのアウトプットが、蓄積していくことです。ですからその、100年前の科学より今年の科学は必ず素晴らしい、優れてるわけです。それがアウトと違うところで、でその進歩性を担保しているのは、結果が累積していくということです。で累積させときに、例えば3つのグループに、無縁のグループに分けて累積さすと、小さな塊にしかならないけども、全部その独り占めっていうのをやめて、みんなのものですよっていうのが一番高い累積性を生むので、共有っていうのが最も効率の高い累積性、所有権の喪失っていうことが累積に必要だと。ですから科学の制度っていうのは、個々にはその自分の幸せを追求するエージェントでできている社会で、その個々のアウトプットを損なわずに、どうやってその個々の所有っていう概念を消失させるかっていう、すごく難しいタスクを担っています。
で、旧科学制度、旧って言いますのは、これ、後で出てきます、いわゆるデジタル革命以前の話です。で、昔の科学制度っていうのは、明らかにその商業ジャーナルが統治するものでした。つまり、科学を推進させるのは、ここの研究者の動機づけっていうのは、その分野が行っている、そのあらゆる評価を論文業績で行うっていう、このパブリッシュ・アンド・ペリッシュの思想を徹底するっていう。そうすると、論文を書いて出すっていうことは、その発見の内容を独占せずに人とシェアするっていうことなんで、その他人を利するっていう行為が、自分を利するっていう、こういう、ルールを作った賢い人たちがいて、でそれで科学が進んでて、でこれを担っているのは、情報の記録流通業者であるその、学術出版社で、彼らに著作権を譲渡することで彼らのビジネスっていうのを成り立たして、出来上がってきたわけです。ですから、デジタル革命以前はジャーナルガバナンスだったわけなんですが、その制度が、最近急に陳腐化してきています。でこれの原因は先ほど言いましたようなデジタル革命、それから我が国に限って言うと、その、制度がさらに少し難しくなっているのが最近起こった公的科学の制度改革です。でデジタル革命っていうのは、まあ、これ陳腐な言葉なんですが、ひどく大きなインパクトを持っていて、まず科学のスタイルを変えたのも、やるゲノムだ、ポストゲノムだ、パラダイムシフトだ言ってますが、あれデジタル測定器っていうのができて、その、観察対象をデジタル化するだけで、その利用度がひどく増すっていうこと、それに気づいてどんどん、対象をデジタル化するっていうスタイルが生命科学で始まる。でこれも天体観測や気象観測、地球科学ではすでに行われていることで、その複雑な現象を扱う科学では全部フロントエンドでは対象をデジタル化するだけのステップで始まって、あとは対象を見ずにそのデジタル化されたデータを統合して眺めてマイニングするっていう形の発見に結びつきます。それから、先ほどガバンしてた、学術誌っていうものが、電子ジャーナル、インターネットになって、その図書館の意味が希薄化しながら、そのオープンアクセス運動っていうのが進んでいきました。でこれはところどころで書かれるんですが、その公的科学の改革っていうのはあんまりまとめて触れられません。でこれはその我が国で21世紀の開始とほぼ同時に、その科学のいわゆる欧米ではプライバタイゼーション、民営化っていう言われている制度群が導入されました。これは TLO 制度、日本版バイドルと大学の法人化を3つ合わせているんですが、それからもう一つは科学技術に基本法っていうのができて、基本法が支持する基本計画っていうものにのっとって、政府が、科学の大きなプロジェクトを始めた、研究者じゃなくて政府のプロジェクトっていうのが動き出した。この、2つが、なかなか水と油のような性格で、例えばその旧ガバナンスは研究者が出す情報は、まあ、動機づけから固定までうまく回っていたところが、巨大なデータが、これはデジタル科学に、よるものと、日本ではその政府施策主導のプロジェクト、国家プロジェクトを出す巨大データっていう、こういう所有権不明のものが、未定のものが現れる。で、電子化によって今までその学術をガバンしてた学術出版の依存に限界が出てきた。それから、研究者がバイドール等で自由度が増して動機づけに変化が起こってきた。それから、政府主導の研究が、ライフスタイル、特にゲノム関係なんかではそういう研究が花形になることで、その学会、協会や仲間っていうそのピアの役割が低下してきた。その政府を説得して研究を始めるっていうような方が出てきた。で少し、あまり使わない言葉について説明しますと、これから科学のインパクトっていう言葉を、何とか使います。で科学にインパクトがある、僕らもその科学のインパクトっていうのは内容が決めることだと思ってたんですが、実はインパクトっていうのはそのものの本体の性質じゃなくて、そいつがどのくらいの速さで相手にぶつけられるかっていうことが大きくインパクトがかかります。ですから科学の内容が一緒でも、その世界に対してぶつかるスピードによって科学のインパクトっていうのは大きく変わって、
そのスピードを落とすファクターとして精度による制約で、デジタル技術を使って本当はできるのにできないか、先ほど最初にご説明しましたその、共有技術的には共有できるのに、そのどうして共有できないか、技術的にできることをできなくしている制度というので割り出されます。でまずデジタル科学文書、いわゆる電子じゃ論文です、ね、のインパクトを目減りさせないための制度改革ができているのか、目減りさせないというのはデジタル科学文書をデジタル化してインターネットに載っているわけですから、商売や制度、制約を考えなかったらアフリカの人たちだって最も新しい科学の知識を知ってそれに使って考えることができるわけです。で、それの目減りを防ぐような本来、コンテンツを持っているそのパブリックのサイエンスが行った科学の成果、パブリックのサイエンスですよ、ほとんど税金で科学が行われているので、その成果が本来持つ地球に対する持つ力がどれぐらい目減りしているのか、レベリーしないような、制度改革が進んでいるのかというと、これはその、スクラリーパブリッシャーの間で進んでいます。まずはその昔のパブリッシングに対抗する形で、プロスのようなオープンパブリッシング、もともと著作権を相手から取り上げずにそれで、ただで誰でもすぐに見せちまうという形のジャーナルが、これは少し著者からお金を集めるんですけれども、それでも、見る側から取ったら、インパクトはひどくでかくなる。ですからそのひどく高くて珍しい、雑誌に投稿するよりもこういうところに投稿するともう何百倍何千倍もそこに書いてあるコンテンツは人の頭に入る可能性がある、こういうのがインパクトです。それから、アメリカでは、国家がオープンアーカイブ、科学のオープンアーカイブを始めました。自分たちの税金でした研究は自分たちのナショナルアーカイブに返せという法律を作りました。まあ、そのせいでパブメドセントラルなんかでは、数ヶ月の遅れを持てば、どんなライフサイエンスの NIH がお金を出したら、どんな、ジャーナルでも誰でも読めるようになっています。で、さらに最近そのいわゆる本や教科書についても Google がさらっとブック検索っていうのを始めています。これはすでに使われた方も多いと思うんですが、例えばソレクサなんて、ソレクサイルミナって言えばそのこの頃のキーワードですね、早い、最近のキーワード、次世代シークエンサーってやつです。ですからこういう新しいキーワードで本を検索するとずらっと、これは全部リストできてないんですが、何十冊もライフサイエンスの教科書が出てきます。しかもこれ読めるんですよ、その中開けてページが読めるわけです。本が調べて読めて大体の内容と前後も読める、一部しか隠してない。だから、昔の著作権の主張から考えるとありえないようなことが起こっています。さあ、それではデジタル科学の方ではデータが本来持ち得るインパクト、つまりその今まで測定したあらゆるデータが十分な注釈をつけて誰の手にでも入れば、家にいてる人でも研究できて、その、注釈がよく行き届いてれば、物理学の人の方がライフサイエンスの深い部分を考えることができるかもしれないような状態、そういう状態に一体制度はなってるのか、残念ながら否です。で、これは、我が国では科学に関してデータっていう概念で、正式な、文書や、決まりを作られることがまだありません。で、そのせいで例えばそのデータを共有するパブリックに出すための動機づけというのはアメリカでは研究契約で強制しています、コントラクトです。ところが、日本では動機づけはなしです。出てくるものは、商業誌が、あなたの論文をアクセプしてもらいたかったらアクセッションナンバーをもらいなさいっていう、そのジェンバンク DDBJ が、協力してやってるあのやり方だけです。で、流通に関しては個別の公開で、流通保管は個別のデータベースがやっています。ですからその人たちのお金がなくなったり動機がなくなったり興味がなくなったりすると使ってる人がいてもやめることになります。でも米国では国立データセンター、これ皆さんご存知のライフサイエンスでは NCDI ですね、あれは役所の中です、役所がやってるわけです。で、案内も、アメリカでは役所がやってて、現在のところなかったのが今回その、ライフサイエンスデータベースセンターで、まずこういうところに着手していただいたわけです。それから濃縮っていうのは、まあ、そのサマライズっていいますか、データのゴミを捨てて、情報量を減らさずにその情報の、
分かりますよね、まとめる仕事。それはそういうことも国立データセンターで、例えばその昔だったらエッセットを作ったり、そういうことですよね。その文献からオーミングを作ったり、そういうこともデータセンターの仕事ですが、我が国では競争的資金、すでに終わりのやってくる競争的資金に任されています。でその結果、その全体の科学の、様子がこんな風に大きく違っています。アメリカでは大型の調達型の研究費が出ると、それのコントラクトがいうところ の、 そのデータは全部政府データレポジトリに契約で返されます。で役所に上がったものについては、役所が、アメリカでは、強いデータ公開の法での縛りを受けてますから、すぐに公開しないといけません。で、あらゆる人にデータがタダで行き渡って、で、アドバリューの競争が起こって、エンドプロダクトがたくさんできるということになるんです。で、我が国の今、民営化後の政策のプロジェクトでは、政府が研究した計画は、外部大学等に委託されて、その人たちが、日本版バイドルでここから出てくる知財に関しての権利を守られているので、データを外に出したり、共有したりする動機はむしろ抑えられることになっています。で、あの一個チームは何ですね。あ、もう時間ないな。こんな違いができたのは、 そんなに昔からのことではなくて、デジタル革命で、その上流にデジタルデータというシェアしても減らないものができた頃から、欧米ではそれをシェアして利用で競争しようという形 の、 その、オープンイノベーションとかデータのシェアリングとかいう運動が、ゲノム研究が始まる頃からずっと進んできています。でそれ以前はアメリカもそのライフサイエンス、そのモレキュラークローニングの、特許で有名なスタンフォードのようにそのプロパテント政策が取られてました。で日本はその民営化政策が始まったのが20年遅れたわけです。で20年遅れて始まったその民営化推進とかプロパテント政策っていうのがデジタル時代と少しマッチしなくなっていたということです。で世界は欧米に、リーズナブルですから、デジタル時代にデータをシェアして、エンドプロダクトを最大化するっていうのは最も効率的なので、論文についてはあらゆるファンディングエージェンシーが、公開を義務付けていますし、データについてもいくつか、まあ、英米を中心にですが、ファンディングエージェンシーが、シェアするプランを一緒に出せっていうことを義務付けています。でそういうものが義務付けられたら、その、今はデータっていうのはメタデータとともに個別データベースっていう不安定なもので、ユーザーに対してはすごく不安定なものになってるんですが、データ共有センター、このライフサイエンス統合データベースセンターに期待したいところなんですが、そこが、データとメタデータについては、責任を持って管理してポータルであるんです。でマニュスクリプトについてはそのオープンパブリッシャーかナショナルアーカイブで誰にの、手にも届くっていう、こういう時代がやってこなければなりません。でオープン政策については、その知財政策、我が国でも知財政策ではオープンイノベーションっていうキーワードが出てきました。でところが一方で、その立法によっては研究成果の国外輸出の防止を謳ったような法律が最近できるなど、その成果とデータの区別とか公開と共有の区別とか、日本人があんまり得意でない概念の、区別が、広く要求されています。例えばその、研究成果を公開したっていうのはそのアウトカムのことなのか、それともアウトプットのことなのか。で、共有公開と言ってるのが本当にその共有されているのかとか、情報を発信してるっていうのに透明性が担保されているのかとか、そういうことです。で、ぜひともお伝えしたいルールは、そのデータ上流にあるものは共有して下流で競争しないと、下が反映しないということです。で世界もそのタダ乗り、データに対するタダ乗りを形成し始めて、OECD からもこういうデクラレーションが出ています。我が国も、加わっています。で最後に言いたいことは、所詮そのいろんな制度やルールが変わっても、
法的科学でやってるサイエンスっていうのは、民間に比べて大きく長い、善や、利益のためにやるべきだということです。以上、ありがとうございました。